田村隆立大正7年7月10日は、明治期の洋画家、画僧。別号に、月商、十正明。京都において、浅井正に先立って、洋画普及の礎を築いた。創立が版木を彫った、毘沙門天、曼荼羅文久元年丹波国府内郡河内村に、田村宗寛と、佐野忠左衛門の次女久子との間に生まれる。創立は、宗名とする説もあるが、賢海は弟子に法衣名を授ける際に、賢能寺を与えるのが基本で、父の名が、宗貫なことや、遺族の証言から、戸籍名で、本名を法衣名に転用した可能性が高い。公卿中山家に仕えた父に従い、幼児を、京都、亀岡で過ごした。3歳で、初めて絵筆を持ち、9歳の時百人一首を模写して、周囲を驚かせたという。安政2年10歳の時、東山宗林寺住職の大賀同喜義良の塾に入門して、南画を習う。しかし1年後、彩色の画をやってみたいと思い、六角堂能満院の画僧賢海の膝元に転じ、得度、仏画を学ぶ。京都市立芸術大学芸術資料館には、創立の死後彼の夫人が寄贈した仏画の粉本、約2500点が所蔵されており、東福寺達中、少林寺には16歳の時宗律が彫った、毘沙門天曼荼羅の版木が現存している。ところが13歳の時、仏画に関わるうちにこれとは逆に、世に、本物そっくりに描く絵があるのを知り、密かに、陰影法を独学し始める。文久2から3年頃写真に啓発され、これを模写、陰影を工夫し、日本画とも西洋画ともつかない絵を夢中に描いており、その写生画像が残っている。元治元年禁門の変による陛下で、能満院が焼失、真言宗の蓮光院に移る。慶応元年友人たちと写真機材を購入、写真術を習得し実物写生に役立てようとする。この頃、初代元、同、松本補挙から、銅版画も学ぶ。明治2年から翌年にかけて、御室尊樹院に移り、島野尊峰が発願した御室版領部、曼荼羅改版事業に参加する。創立の一般的な伝記では、この後洋画習得と発表へと続いていくが、実際には、賢海との関係や、仏画研究も継続している。この頃油絵の存在を知り、明治3年京都最初の中学が設立されると、洋画を学ぶなら外国語を学ばなくてはと、欧学者子舎英学校に入学、アメリカ人ボールドウィンから英語を学ぶ。このため創立は、後まで流暢な英語を話したという。間もなく粟田口病院に通訳兼画家として勤め、解剖図を模写し、ドイツ人医師ランゲックや英国人、ウェットン、米国人、ライアン・ゲイに、油絵の手ほどきを受ける。明治5年ワーグマンの評判を聞きつけ、横浜へ旅立つ。ワーグマンの紹介で、高橋由一、亀井四一、五世田派の人々と交わったという。一方、二代元同松田緑山に、銅版画を学び、後に、石版画にも、関心を示した。一年ほどで京に戻り、苦心して、手製画材を工夫することから始め、本格的な洋画研究にのめり込んでいく。明治5年から毎年開かれた京都博覧会に時に出品し、第11回展では田村隆立油絵展を開く。明治9年ランゲックの帰国に伴い退職。明治10年第1回内国勧業博覧会にも、油彩画、下鴨図、出品し褒章を受ける。また、明治12年、東山宗林寺の洋画展覧会に出品するなどで洋画家としての活躍が知られるようになっていく。明治13年京都府画学校創立に携わり、翌年、小山光三の後継として学校内の教科の一つに刺繍の二代目教員に任命される。9年半足らずの在職中、現部省、伊藤義彦、田中久守、小笠原豊、はてらを育てた。この頃、創立には何人かの門人がおり、吉田弘の義父、吉田嘉三郎もこの頃の弟子である。当時の京都は、日本画家も洋画を描くほどブームとなっており、創立の描く油絵は日本画より格段に売り値が高く、創立の教室には生徒がひしめいたという。しかし、明治20年代に入り洋画排斥運動が起こると、その波は京都にも及ぶ。明治21年3月、河野梅嶺が画学校教頭となると彼と対立し、創立は翌22年10月末日に退任に追い込まれる。西修自体も明治23年生徒の募集が行われず、事実上廃止されてしまう。明治22年祇園市も河原の月見町に、私塾、明治画学館を設立するも、趨勢には勝てず、振るわない時を過ごす。明治24年11月に、市場で先月に起こった濃尾地震の被害状況を伝える、幻燈会が開かれ、創立が、幻燈画を担当した。明治28年京都で開かれた第4回内国勧業博覧会で建てられたパノラマ館では、創立が絵を担当している。明治34年関西美術会に発起人7名の一人として参加。明治36年関西美術会第3回総会において、浅井正氏の発起で、多年の功績を表彰される。明治38年には、関西美術院創設の設立発起人となり、開院後は、関西美術院で指導に当たるなど、京都洋画壇の発展に貢献した。晩年は、武田木来と親しく、明治41年からは、知恩院、山内光源院に従事。もっぱら水墨画による仏画や日本画を描いて、余生を過ごした。洋画家の黒田繁太郎は、創立について、写真の刺激から、日本画でもなければ西洋画でもない一種の写生画に、熱中した人と述べている。その言葉通り、油絵で屏風を描いたり、写実的な仏画を描くなど、近代化の中でアイデンティティを模索した形跡が、伺える作品が残っている。同じ京都の洋画の草分けとなった浅井正も創立を尊敬しており、創立の母が調整した際、関西美術院の研究者たちは画の勉強時間を惜しみ、葬儀の参列を総代だけ出して済まそうとすると、浅井は普段の温厚さが打って変わって、君たちは田村先生をなんと心得るのかと怒ったという。創立に子供はいなかったが養子が後を継いでおり、その資料は、京都市立芸術大学や、京都国立近代美術館などに寄贈されている。ありがとうございます。